あとこれはダッシュシーじゃなくてゴミという選択肢、横を見ている。おっとガードしている、何かが漏れてガードをしてしまったか。漏れてガード、やばい、漏れガード。ダメジャンプシー読んでいたか。投げが通って、ケンリはハイド。あれ今のは何でしょう。いや、わかんない。なんかあれやって食らいます。疑惑の三振、おっと三振で、しかしカウンターしない。今何だったの、アサルトジャンシュ謎だね。あとアサルトの出がかり、ちょっと浮いてたところだけど 2B が引っかかる。パチンからこの投げ、これはお前に見えるかより時間を使っている。とりあえず、あれ下がるわ、まだ当たるわ、あ、割れる。しかもこれ痛い、食わない。ベロフ、前科の方とベロフ、うわーガードしないことに、ガードしない、レヒョラル、リオン。オービタ食らっていく。さあして権利が来たんで、権利はしかし使う。ボビーの判定素晴らしい。2Bカウンター、リオン君すごい背筋がピーンとなって、やっちまったぜみたいな気持ちはわかるわ。つながる、権利はハイド。小村がジャンプして、しかしこうなる。急降下系の技欲しいっすよね。あんま少ないよね。このゲームの小村げみんな結構すごい好き、すごい好きです。おっとこれはしかし壊ししてるのなんで結構安い。飲まれろ、飲まれろから、もう一回飲まれろ、あー引っかかる、投げてしまう。うわーれ、うわーれ、オービター入る、ディレイをかけて、しかし赤い、お前に見えるかぜ、権利はハイド。なんかバックステコマ投げ、こちょこちょ、あれテイガーだよ、テイガーか、確かに。これは、あー危ないところ、あー割れる、すごい減る。さて、いけるとかいけないの話だったが、どっちかが圧倒的に勝ってほしかったんだけど、フルセット、ね、なんとも言えない感じ。さて、EX の小投げ、結構な範囲で吸い込んでた。バックステから、もうあれ、自然体、これはどうなる？からの、あれ、間違えた。テクロータス。放て、さて、あとは昇竜の準備。これはあかん。権利はバレンシュタイン。いや、ちょっといけるって感じじゃないよね。やることはある。やることはある。やっぱね、
れもオービターだね。オービター。オービターで、ね、あのまあモバンタッチ中盤でしょで、ガードされるうわーみたいな。マジで。まだ70戦だからしょうがないね。ワコはたくさん立ちたくさん。こんなこと好きでやってるんじゃ。